タウバー川は、マイン川左岸、すなわち南側の支流で、フランケン地方を流れる川である。名前は、ケルト語のダブラに由来する、バーベンビュルテンベルク州ロートアムゼーに位置する、バイカーズホルツ山のクリンゲンブルンネンに源を発する、北北東へ向かい、バイエルン州のベトリンゲン、ディーバッハ、ゲープザッテルと進み、ここで、北西方向に流れを変える。支流のシャントタウバーを合わせた後、 石灰岩の地層に深い谷を刻み始め、ローテンブルクオプデアタウバー付近では深さ50メートルに達するタウバーツェルを過ぎるとバーデンビュルテンベルク州に入り、クレーグリンエンのアルクスホーフェン地区やクラインタール地区を流れる。北に向かってカーブしてバイエルン州のビーベレーエン、レッティンエン、タウバーレッタースハイムを流れた後バーデンビュルテンベルク州に戻ってくる。水源ベルトハイム。 ブロンバッハ地区付近ワイカースハイムを過ぎたところで短い区間ではあるが西に流れてバーとメルゲントハイムに至る。ここで北西に向きを変えると川口までこの進路を下っていく。この後は長い区間でタウバー川の渓谷はその幅を広げて行きタウバービショフスハイム付近ではその渓谷の幅は1キロメートルを超える。ベアバッハを過ぎると渓谷は再び狭くなり川は 増式砂岸の新しい深い渓谷を作り出し、周辺の人口密度は低くなっていく。ベルトハイムに達しマイン側に合流するまでの最後の 30km の間、タウバー川は蛇行を繰り返す。水源から川口までの距離は 126km である。1970年代には、タウバー川の最も高い場所にある本当の水源がどこであるかという点で、バイエルン州。 ベトリンゲンとバーデンビュルテンベルク州ローとアムゼートの間で意見の相違があった。結局、バイカースホルツ山のクリンゲンブルンネンが常に注いでいる水源としては最も高い場所にあることが確定し、1976年にタウバー川の水源として認定された。タウバー川の流域面積は1800平方キロメートルで、そのうち660平方キロメートルが バイエルン州に属す。主な支流には、ビーベレーンで合流するゴラッハ川、ビカースハイムで合流するフォアバッハ川、ケーニヒスホーフェンで合流するウムファー川、ゲルラッハスハイムで合流するグリュンバッハ川などがある。中流域及び、下流の谷幅の広い区域では、夏の乾燥した環境に適応した植生が見られる。ここは、 東ヨーロッパのステップ原産の植物土地中海の乾燥地域原産のどちらも暖かい場所を好む植物の分布が重なる場所にあたるこの付近ではブドウ畑がそれほど大きな土地を占めておらずこれらの植物は様々な場所で目にすることができるアケボノ風呂は乾燥地に特徴的な植物で大きな面積を占めている西洋沖なぐはさらにたくさんあり ほとんど植物のないような場所にもしばしば生息している。クレマティティスは規則的に現れる。半日ナがマイン川渓谷下流域由来であることは何度も指摘されている。洋酒白線は森の園に多くある。長保羽がややエリンギウムカンペストレは狭い場所に密生している。モンキーオーキットは極めてわずかな標本しか見つかっておらず、おそらくなくなってしまったと思われる。 近縁のミリタリーオーキットは比較的たくさんある。オーカス・アスチャラタは極めて珍しいが2005年の初めに確認されている。ベアバフハ付近のタウバー渓谷沿いの高台にはドイツでは珍しいリナム・リオニーが生息している。近縁のリナム・テニー・ホーリアムはこれよりはたくさんある。タウバー渓谷には危機にさらされた植物を守るための保護区に 指定されている地域が30以上もある。タウバー渓谷はワイン製造で知られる。ミュラー・ツルガウ、ジル・ファーナー、ケルナー、ドルンフェルダー、アコーロン、シュバルツ・リースリング及び特別なタウバー・シュバルツといった銘柄が作られている。タウバー川は3つの生産地域を流れる。ベルトハイムとバート・メルゲントハイムの間のタウバー・フランケン、中流域のビュルテンベルク、タウバー・レッタースハイム、 レッティンゲン、ローテンブルク近郊のタウバーツェールといった上流域にあるフランケンの3つである。さらに観光事業も重要な役割を果たしている。特にローテンブルクオップデアタウバーからベルトハイム、アムマインまでの自転車道、ディープリハヘスタウバータールは街道沿いの町やとりわけタウバーガー下流のブロンバッハ修道院など見どころが多いことで知られる。大きな町には 大きな工業地域が開発され、主に木材化工業やガラス産業あるいは機械工業が稼働している。ベルトハイムとバイカースハイムの間タウバータール。鉄道はこの渓谷を通る。連邦道 B290 号のバーとメルゲントハイム、タウバービショフスハイムも同様である。ローテンブルクから渓谷の他の地域へは、修道が通じている。その一部は、 観光上重要なロマンティック街道を構成する一部である。ローテンブルクオップデアタウバーからタウバー川に架か,かる二重橋を望むタウバーの名前は流域の多くの街の名前に用いられている。最も有名なのは世界的に知られた観光都市ローテンブルクオップデアタウバーであり、この街によって川の名前が知られるようにもなった。 この他の川の名前を付けた流域の町は、タウバーシェッケンバッハ、タウバーアッツェル、タウバーレッタースハイム、それに、フェンシングのオリンピックの拠点として、連邦中に知られるタウバービショフスハイムがある。さらにバーデンビュルテンベルク州のマインタウバーンにも、この川の名前が用いられている。この軍域のタウバーガー沿いはしばしば、タウバーフランケンとも呼ばれる。また、 バート・メルゲント・ハイムからクレーグリング人間までの川の南側の地形をタウバーグルントと呼ぶ。ありがとうございます。